高校生の皆さんこんにちは岩手大学人文社会科学部人間文化課程ヨーロッパ語研プログラムの中里真子です大学ではフランス語とフランスの文学や文化の授業をしております今回は高校生のための欧米の文学フランス編としてジャンヌダルクの歴史と文化について模擬講義をさせていただきます ジャンヌ・ダルクはフランスの歴史上の人物として世界中で知られています。皆さんもご存知ではないでしょうかこれからその生涯を簡潔に紹介した後ジャンヌ・ダルクをめぐってどのような歴史的著作や文学作品が書かれてきたかその一端を取り上げていきます。ではまずジャンヌ・ダルクの生涯です。 ジャンヌ・ダルクは百年戦争が続く1412年フランス東部ロレーヌ地方にあるドン・レミ村の農家に生まれました彼女は13歳の時に初めて神のお告げの声を聞きます大天使ミカエルと聖女カトリーヌ聖女マルグリットによる声は イギリス軍に攻め込まれ存亡の危機にあるフランスを救うよう彼女に呼びかけますその声に従いジャンヌは1429年3月にシノン城へ赴きバロワ王家の王太子シャルルに謁見5月にオルレアンをイギリス軍の行為から解放そして7月にはランスで 大太子の性別と体感を助けますしかし1430年5月コンピエーニュ解放戦でイギリスに組みするブルゴーニュ軍の捕虜となり11月にはルーアンにて投獄されます1431年1月から5か月に及ぶ裁判を経て異端を宣告され 5月30日ルーアンの広場で家計に所されますその時ジャンヌは19歳でしたところでジャンヌ・ダルクが生涯の一部を過ごした場所のいくつかは現在に至るまで保存されていて実際に訪れることができます例えば ジャンヌが生まれた家が六百年以上も保存されていて、私も見に行ったことがあります。これは自分で撮った写真です。また、彼女が神のお告げの声を聞いたとされる泉も見ることができました。さらに、フランス北部のルーアンで。ジャンヌが裁判を受け、また幽閉されていた。 城塞の一部である塔も現存しています続いて歴史的人物としてのジャンヌ・ダルクを見てみましょう。先ほど紹介したようにジャンヌはたった19歳で生涯を終えたわけですがその後どのようにしてフランスの歴史的人物になったのでしょう。 ジャンヌ・ダルクは今でこそ世界的に知られた存在ですが彼女が幅広く関心を集めたのは死後約400年を経た19世紀のことでした彼女がイギリス軍の行為から解放したオルレアンなど常にジャンヌ崇拝が行われていた地域もありますがそういったわずかな例外を除けば概して4世紀にわたってこの人物は人々の記憶から消えていたことになります ところが一旦は忘却の淵に沈んでいたジャンヌ・ダルクは19世紀によみがえりそれまでの時代とは対照的に国民的英雄としで称賛されることになります。きっかけとなったのはナポレオン・ボナパルトが彼女をフランスの独立を守った存在と捉えその栄光を称えたことです。 続いて歴史家のジュール・ミシュレが後のジャンヌ・ダルクのイメージに決定的な影響を及ぼすことになるフランス史第5巻を1841年に刊行します。ミシュレはジャンヌを民衆を体現する英雄たちの代表として提示し農民の娘である彼女が民衆を祖国愛のもとに結集させる姿を繰り返し描いています。 ここでミシュレ・フランス誌第5巻から数行を読んでみたいと思います。それは百年戦争の際にイギリス軍に行為されたオルレアンに到着したジャンヌが民衆の心をつかんでいく場面です。La Pucelle, restée à オルレアン se trouva vraiment maîtresse de la ville, comme si toute autorité e u s s e s s Elle chevaucha autour des murs. Elle peuple la suivit sans crainte. Le jour d'après, elle alla visiter de près les Bastilles anglaises. Toute la foule, hommes, femmes et enfants, allait aussi regarder ces fameuses Bastilles, où rien ne remuait. Elle ramena la foule après elle à Sainte-Croix pour le des vêpres. エルプロレオズフィス、エッドルモンドプオルエアに残された乙女は、あたかもすべての権威が消え失せたかのように。まさしくその町の女主人になっていた。彼女が城壁の周りで馬に乗ると。民衆は臆せずに彼女についていった。翌日、彼女はイギリス軍の砦のそばを見に行った。男も。 女も子供もみんなが群れをなしてそれらの砦を見に行ったがそこでは何も動いていなかった彼女はその群衆を従えて番頭のためにサントクルワ教会に赴いた彼女はミサに預かりながら涙を流していたそして誰もが泣いていた今の箇所では民衆を統率するジャンヌ・ダルクの姿が描かれていますが このビシュレ・フランス史第五巻が刊行された後の時代つまり19世紀後半に学校での歴史教育においてジャンヌ・ダルクはフランス史上の歴史的存在として盛んに取り上げられます。またこの時期以降国民的ヒロインとなったジャンヌ・ダルクの彫像がフランス各地に作られました。こちらはパリのピラミッド広場にある黄金の騎馬像です。 これはパリのアンドレ・マルロー広場にあります。日本料理店の上にはまり込むような形になっています。ジャンヌ・スーハイが最も盛んと言われるオレレンの彫像を3つ紹介します。 では続いて文学作品のヒロインとしてのジャンヌ・ダルクに移りたいと思いますジャンヌ・ダルクは数多くの文学作品のヒロインとなりましたフランスの作品を中心にその一部をリスト化しました日本でも小説漫画 電気など多数出版されていますこうした文学作品のうちフランスの作家シャルル・ペギーのジャンヌ・ダルクの愛の秘儀を紹介したいと思いますペギーはジャンヌ・ダルクゆかりの都市オルレアンに生まれ育ち彼女を主人公とした文学作品を複数書き残しましたここではその一つ ジャンヌ・ダルクの愛の秘技の愛一部を読んでみたいいと思います取り上げる箇所はイギリスとフランスによる百年戦争の最中ロレーヌ地方ドンレミにおいてまだ子どものジャンヌが戦争の悲惨さを語る場面です。Nous davantage' il ne faut qu'un briquet pour brûler une ferme il faut il a fallu des années pour la bâtir ça n'est pas difficile ça n'est pas malin il faut des mois et des mois il a fallu du travail et du travail pour pousser une moisson et il ne faut qu'un briquet pour flamber une moisson il faut des années et des années peuvent pousser un homme. Il a fallu du pain et du pain pour le nourrir. Et du travail et du travail et des travaux et des travaux de toutes sortes. Et il suffit d'un coup pour tuer un homme. Un coup de sabre. Et ça y est. 彼らはいつも私たちより以上のより多くのことをします。一軒の農家を焼くには一個の火打ち石だけで十分です。それを建てるには何年も必要、何年も必要でした。それを焼くのは難しくはありません。何でもありません。収穫を成長させるためには何ヶ月も何ヶ月もかけて働きに次ぐ働きが必要でした。でも 収穫を焼き払うには、1個の火打ち石だけで十分です。一人の人間を成長させるためには、何年も何年もかかります。これを養うためには、パンの上にパンが、仕事に次ぐ仕事が、あらゆる種類の労働に次ぐ労働が必要でした。でも、一人の人間を殺すには、一撃で十分です。剣で一月すれば、それでおしまい。 子ども時代のジャンヌはこのように人々ののの長年ににわたるる労働の成果をを即座に破壊すす。戦争の脅威を語っていますここでは15世紀の100年戦争が問題となっていますがこのジャンヌの考察は個々の戦争ではなく普遍的な戦争普遍的な悪を対象としているとも考えられます。 特にこの作品が発表された1910年頃、作者のペギーは数年後に迫った第一次世界大戦を予感していたことでしょう。実際ペギーは第一次大戦に出征して戦死します。ところで、先ほど取り上げたジュール・ミシュレフランス史のジャンヌ・ダルクと比べて、このシャルル・ペギーによるジャンヌ・ダルクは大きく異なっていることがわかります。 19世紀半ばから後半にかけてジャンヌは国民的英雄としてフランス国民を統合するシンボルとされましたそして20世紀初頭の世界大戦に向かう時代には平和を訴える少女として提示されていますこのようにジャンヌ・ダルクは時代によってまた作者によって異なるイメージを与えられてきました 最後にジャン・アヌイのひばりりを取り上げますすでに紹介したようにジャンヌ・ダルクは神のお告げの声を聞いたことによって行動を起こし存亡の危機にあったフランスを救いましたがこのジャン・アヌイの戯曲ひばりにおける彼女はコンピエーヌでブルゴーニュ軍に捕らえられイギリス軍に売り渡されて以来お告げの声が聞こえなくなってしまいます。それでも裁判の間 かつて聞こえたはずの声を信じて、裁判官たちに抵抗し、自らの意志で火炙りの刑を選択します。その時のジャンヌの言葉を読んでみましょう。Vous vous 神様、あなたは沈黙していらっしゃいました。その間、聖職者たちが一斉に話し出して、彼らの言葉で全てをもつれさせました。 でもあなたが最初に聖ミカエル様を通して私にお伝えくださったようにあなたが沈黙なさっている時それはあなたが私たちを最も信頼している時べてを私たちにお任せくださる時です。ジャンヌは声の聞こえない状態つまり神の沈黙こそが神が自分を最も信頼している証であることを思い出します。 ここでジャンヌはたとえ命を失うことになっても大人たちが定める規則に妥協せず自分の意思を貫く若者として描かれています。ここまで3人の作家によるジャンヌ・ダルク像を見てきましたミシュレは民衆を引きつけ祖国愛のもとに結集させる英雄のジャンヌ。 ペギーは戦争の時代において戦争を憂え平和を祈る子どものジャンヌアヌイは大人の規則に妥協せず自分を貫く若者のジャンヌを描きましたジャンヌ・ダルクは数多くの作品において取り上げられたからこそ異なるイメージを付与されることになりましたがこの人物の多様な姿は その時々の社会状況を映し出す鏡のようなものでもあるのです。模擬講義は以上になります。皆さんも大学で外国語を学んで、さまざまな文献を読んだり、ヨーロッパで歴史が動いた現場を訪れたりしてみませんか